おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カモンの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、はい、ということでちょっと夏らしく、羽織ってみました。はい、ちゃんと着てるからはい、今週ははい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 ね、はい、ちゃんと着てますよという感じなんですが、はい、今日が7月の16日になります。はい、はいはい、さて今日はどんな日なんでしょうか。この日の日です。はい、はい、今日は虹の日です。虹、うん、なぜでしょう。何虹は七色って言いますよね。うん、7月16、7色で、はい、語呂合わせから来ております。はいはいはい、まあね、梅雨明けの多いこの 季節に、うん、空に大きな虹がかかることが多いっていうことから、うん、決められているんですが、うん、もうね、だいぶ前に梅雨は明けてしまいました。今年はね、なんか虹が今年見えるのかな、思っております。あれは雨とかの関係。そうですね。そうですね。大気中に浮遊する水滴の光、中の光が、反射して、だからね、虹ができる。雨上がりとかによく見れます。そうですよね。そうですね。あの水が巻いた時、そう巻く時にキャーってこう見えますよね。見れますね。そうそうそう。はい、なぜ、虹の日かというと、人と自然、世代と世代が7色の虹のように結びつく日として願いを込められて記念日が作られております。なるほど。はい、はい、はい、そしてもう一つ、はい、盆送り日、うん、盆送り、はい、火を焚いて、うん、送り火をする習慣があります。うん、盆の最終日、まあ、今のね、盆の、旧暦の盆の最終日がありまして、先祖の精霊を送るために火を焚き、うん、また川や海へ送る習慣もあり、灯籠流しまたは、うん、精霊流しが行われております。はい、でも、まあ、京都のね、五山の送り火が有名ですが、これはね、8月16日に大文字焼きがされるんですが、まあ、旧暦ということで、旧暦の7月16日っていうので、はい、他の地域とかで、うん、精霊流しとか、うん、灯籠流しが行われているっていう日となっております。なるほど。はい、いやだからなんか7月にお盆ってなんかね、なんかちょっとまだ早いよねみたいな感じなんですけど、まあでもね、地域によっては結構あの7月8月ないろいろね、あったりとかするんで、地蔵盆とかも割とあの 8月じゃなくて7月末にやってるところも地域によってはあるみたいで、ありますよね。はい、だからね、まあお盆ってなんかちょっとうんって思うけど、精霊流しっていうとね、実はの長崎精霊流しってすごい有名なんですけど、これ一大イベント、長崎中が沸き立つ一大イベントなんですけど、これあのさだまさしにね、さだまさしの歌に精霊流しっていう歌があるんですよ。でこれがね、あの亡くなった妹の話とかね、なんかあのすごい物悲しい、その亡くなった人のことを思うすごい物悲しい歌なんだけど、みんなその曲のイメージで、あの精霊流しってそういうもんなんだなと思ってるんだけど、長崎の精霊流し全然違いますよ。さだまさしもちっちゃい時からずっとあのやってたその精霊流しっていうのは、あの普通精霊流しやから、なんか川になんかね、船の形したなんか編んだやつみたいな、なんかカゴみたいなやつをこうなんかそこに火止めともして、でこうあのなんか盆字かなんか書いたり、亡くなった人のなんか書いたりとかして、それ流していくみたいに、みんな勘違いしてますからね。はい、違いますよ。長崎川に流しません。道、あの道路、あの練り歩く道路が決まってて、その道路を完全封鎖します。車通れません。はい、車通れない代わりに精霊船が道を、あの車がついてて、タイヤがついてて、でそれをみんなで引くんです。めっちゃでかいの、だんじりみたいな、いやもう本当にそうです。本当に本当に、だから船みたいな形したあの車がついてるやつをみんなで引っ張る。で大体長崎の場合は、あの長崎市内ですけど、町ごと、あの伊勢町とかね、あの平林町とか、なんかそういう町ごとに、あのその初盆を迎えるお家のその人の写真が入ってたり、お
名前が入ってたりっていうのをこうその町で5人で出たら5人分書いてあるみたいな。でその、小路船の前のところに、イラバヤシ町とかって書いてあるんですよ。あの今夜町とか書いてあるんですよ。でそれをあのその町の人らがみんなで引っ張ってくる。引っ張っていくんですけど、すごいでかいんですよ。だからあのもう一番でかいやつがやったらすごいのが三連って言って、あのその船が3つつながってて、すごっこうジョイントになってて、ほんまにこう蛇行するみたいにもできるし、そういうまあだからそんだけたくさん出会ったらそういう意味だっていう話なんですけど、だからそれをねこう引っ張る時にみんな練り歩くんですけど、その練り歩く時に長崎のお盆は爆竹なんですよ。爆竹なんですよ。だから爆竹に火つけてパーンつって掘って、パンパパパパパパーンとかって、あれが悪魔払いなんで、魔を払うのが爆竹。それはその引いてる人たちがつけてる。そう見てる人ではなくて、見てる人じゃなくて引いてる人。あで、あのヤバいやつとかはあのなんか束みたいになってるやつに火つけてタバコとバーンとかってボボボーンとかってやんねんけど、一番やったらあかんって言って禁止もされてんねんけど、たまにやるやつがいるのがあの箱柱って言って、あの箱にこう赤いこれぐらいの箱にね、あのそういっぱい入ってるんですよ。それに爆竹に火つけて、でそのまま道にバーンって置いたらボボ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 ってすっごい柱が立つ。ちょっと見てみたいのもあるけどちょっと怖そう。いやだから他県から来た人らは、まあ、みんなまず最初に耳が痛いからこうなるのね。あの大体あの耳栓しながら歩いてる人とかいるみたい。ああ危なくないんですか？あのね危ないです。危ない場合もあります。だからあの昔はよくその沿道にいる人らにわざとこう足元を掘ったりとかするやつがおったけど、それはもう今マナー違反でアウトになって禁止もされてる。やっぱ当たって火傷する人もいるから、そうですよね、うん、危ないんでもう道だけでやってくださいっていう形には今なってますけどね。すごい、いやすごいですよ。だからあの僕も初めて行った時はもうこの状態やったけど、ね、あの今はもう慣れたんか知らんけど慣れるんや。おおやってるやってるみたいな。でそれは7月になるんですか？8月8月16日。ああのやっぱお盆終わって、ね、今のお送りする。そうそうそう。で最後にあの市内の西の方にある港のところで、うん、あのその小籠船を、まあ、捨てるというか、置いて終わるって、そうなんですね。はい、すごい、はい、でこれがすごいのがね、だからあの町中にだからすごいこの爆竹のカスが、うん、あそうその跡がものすごくなってるのよ。であの本当にね長崎ってあれ感動するんだけど、終わりました、はい、朝になったら一粒もそれが落ちてない。みんなそうですよね。その夜中中にあの長崎市の市役所の人があの清掃の車使ってブワーっていってもう全部きれいにしちゃう。朝起きてパッと見て、おー全然ないみたいな、あんなになんかカスカスやったの、むちゃくちゃ鳴らしますよね、うん、練り歩きながらバン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 鳴ってすっごい数ですよ。すごいです、ね、すごいですよ。もうあれだから感動するんですよ。役所の方すごい、長崎市役所すげーみたいな、清掃の人すげーみたいな、爆竹のね売ってたこの箱のやつあるじゃないですか、タワーのやつ、はい、10個ぐらい入ってるやつかな、あれで言うたらものすごいな、どれぐらいの数使うんですかね。いやだって違うんですよ、もう箱って言ったら こんぐらいの箱ですから、ね、特別なあれですね。そうね、めちゃくちゃでっかい箱それは各町であって、うん、そうですよね。でもそれあの各町で言ったらもう何箱用意してるか分からんぐらい用意してるから、うん、練り歩いてるからずっと、すごい、町の中すごいですよ。で面白いのがあれ西方浄土にっていうやつやから浄土宗のやつやんだけど、あのたまにあの、長崎っ子でも本当にね小路流しが大好きで参加したいってしょうがないから、あのなぜかあのキリスト教徒の方があの十字架の船作ったりとかして出たはったりとか、そう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 、で浄土やから、うん、あの真言宗とかさ、うん、あの天台宗とかも本当は関係ないんやけど、うん、あの参加したいんでいいですかって言って参加したはったりとか、うん、いうのもありますけどね、はい、長崎っ子にとっては一大お祭り、お祭りですね、お祭り、だからあのさだまさしの精霊流しを一回皆さん聞いてみてください。全然違いますから、そのイメージで長崎行くとえーってなる。はい、またあの
行ったら報告します、はい、こんな映像ですよって、あ、はい、見たい、はい、お見せしますので、うん、はい、はい、ということで、はい、はい、以上です、以上でございました、はい、ありがとうございました。無駄話がちょっとだいぶ長くなったんですけど今日はですね、このプレゼンありかなしかは、はい、またしても、映画の、はい、ご紹介でございます、はい、はい、初仕事という映画です、初仕事、はい、これがですね、監督がですね、小山監督っていう監督が作られたやつなんですけど、ご自身も出てらっしゃいます、出てらっしゃる、ご自身も出てらっしゃって、まあ、主演はまた別の方、まあ、ダブル主演みたいな感じかな、で出てらっしゃるんですけども、これがねなかなかねすごい、なんでしょうね、心情をこうどう見せるかっていう、セリフじゃなく絵で見せていくという展開のやつで、はい、なんと東京国際映画祭でその上映されてるっていう、ね、招待上映をされてるというような作品なんですけども、はい、まあ、その小山監督にインタビュー、リモートで、ね、させていただきましたので、こちらの方をご覧になっていただきたいと思います。それではこのプレゼンありかなしかスタート。そいつ嫁さんを亡くしてて、でその子供もいたんだけど、さっき亡くなったそうです、病気で。その子供のポートレート。もう亡くなってるんですか。うん。この取らなきゃいけないという心持ちは、普段の生活の心持ちと比べるとひどく生真面目です。だが私はその感情こそを解決すべきだと思ってしまう。それさえできれば自分なんか何回死んだっていい。私のことはその笑わないでもらえたら嬉しい。そんなことするわけないです。絶対ないです。はい、それではですね、今日は初仕事という映画の監督でいらっしゃいます、小山俊介監督ですね、のインタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずですね、監督からですね、はい、この、初仕事という作品の、まあ、簡単な説明というかあらすじというかをおっしゃっていただきたいと思うんですけども。はい、あらすじがですね、主人公が写真館の、アシスタントを務めている、山下くんという、まあ、20代前半の若者なんですけれども、その若者が、人捨てに依頼を受けまして、でその依頼の内容というのが、亡くなった赤ちゃんの、遺体、もうすでに亡くなっていらっしゃいますの、写真を、記念写真というか、まあ、綺麗に撮ってくれださいして、綺麗に撮ってくださいっていう感じの依頼を受けます。で、最初はまあ普通って言ったらですね、多くの方、日本の多くの方と同じようにちょっと上ってなるんですけれども、まあなんか自分のいい経験になるかもしれないっていう一縷の望みをかけて、現場に赴く と、そこには、まあ、ことがことですから、いろいろと、気が、めいっている、依頼主がいたと。で、その依頼主の男、まあ、父親ですね、赤ちゃんの父親との交流を追った、お話になります。はい、でその、依頼主の、まあ、安西役を、まあ、監督自らがされているということなんですね。はい、ですね、はい、なかなかですね、その切り口というか、テーマ自体が
まあ、見方によっては重いっていうふうな見方もあると思うんですけど、逆に言うとその今コロナであったりとかいろんなことがあって近親者があるいは大切な人が亡くなられた方が割と身近にいらっしゃったりとかっていうことはよくあることだとは思うんですけども、だからこそこのテーマってすごくいろんな人に関わってくるテーマなんじゃないかなと思うんですけども、この物語を思いつかれたというかこの企画が立ち上がったきっかけというのはどういうところからなんでしょうか。はい、きっかけがですね、私が20代前半の頃に、たまたま見た雑誌の記事でして、はい、その記事には特集されてたのはヨーロッパの方で、18世紀ぐらいに亡くなった赤ん坊を、取るという風習とまで多分いかないと思うんですよね。流行りのようなものだと思うんですけれども、写真機が発明された写真誌でいうと、うんうん、最初の方ですね、に、生きているご家族と一緒にポツンっている感じのものもあったり、それ単体のものもあったりっていう感じで、かつてそういうものがあったっていうのが一応現代でも残されて知れていると。はい、っていう記事を見まして、はい、で見たんですけど、それって実は現代でもちょっと形を変えてその行い自体は生きてないかということでですね、まあ、これはちょっと個人によって変わってくるかもしれないですけど、私自身は中学校高校時代に、はい、友人の、関係者のお葬式に参列した時に見たことがあったんですね。その時は、携帯電話のカメラだと思うんですよね。そこまできちんとしたフィルムカメラとかではなく、行われていたのを、目にしたことがあったのを思い出しまして、はい、これは現代の日本で、きちんとというか、そのより昔の風習のように、きちんと現代に蘇ったら、どんな感じになるのかなっていうのを考えていて、きましたね。コンセプトはそこですね。なるほど、はい。まあテーマがテーマなだけにね、非常にその撮り方とかいろんな意味で難しいところあったと思うんですけど、今回の作品の中で一番、まあ、撮影含め難しかったなっていうところはどういうところが難しかったんですかね。まあ倫理観ですよね。見てくださる方が許せる範囲ってどこなのかみたいな、はい、まあでもそもそも見た時点でいろいろとご本人なりの、なんていうか、お客さん側なりの、ファーストインプレッションはあると思うので、はい、まあ、それをどう面白いものに仕上げるかが一番多分苦労した点だと思います。その点をずっと考えていましたね。だからテーマ性とその面白いっていうところが、そうすごいこのさじ加減が難しいですよね。そうですね、まあ、うん、まあ、自分で若干思ってたのは、うん、これは言葉がちょっと他に見つからないんで、こういうちょっと乱暴な言い方になってしまいますけど、うん、面白くないものをいかに面白く見せるかというか、はいはいはい、まあ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 、そうですね、面白くないって言い切ってしまうと、ちょっとそういうのを面白く取れる方に、はい、が羨ましいなと思うんですけども、うん、まあ、世間一般的にはそこまで面白おかしいものっていうふうに捉えられてないものを、うん、いかにその題材の重さを損なわずに面白く見れるようにするかっていうのを一番気にしましたね。はい、まあそうですよね。その辺、まあ本当になかなかさじ加減が難しい。その見せちゃいけないものもあるし、見せなきゃいけないところもあるし、でね、見え方が問題になったりとかすることもあると思うので、はい、例えばそのね、その主人公なりその、登場人物の心の動きが、そっち行くのはどうなんやみたいな話ってどうしても出てくる問題だと思うので、常にその綱引きというか、あっち行ったらこっち引っ張るみたいな、そういう、まあ脚本もそういう風になってたかなっていうような気はするんですけども。そうですね、基本的にシーソーゲームですよね。ですよね、はい、はい、それがサスペンスの一要因にもなればよいなというほのかな考えはありましたが、はい、っていう感じでございます。はい、わかりました。さあ、それじゃあですね、まあ、最後に監督からですね、見てらっしゃる方に
メッセージを一ついただければと思うんですけども。はい。こんな感じで、ちょっと、なんというか、あれですね、難しい感じの話を、なかなかと多分してると思うんですけれども、難しいこと考えないで見れる映画だと僕は思ってます。というか、何も考えないで見るのが一番良いと思っていて、本当に例えばなんですけど、東京国際の時に海外の方に見てもらう機会があって、はい、でその方は長年南米に住まれてた方だったんですね。で、その方が、上映後に質問で手を挙げてくださって、はい、自分が住んでた南米の地域ではそこまで異常なことではないというか、結構普通なことなんだけど、日本では逆に行けないのかみたいな感じで聞かれまして、なるほどなるほど、それくらい考え方に幅がある内容だと思っています。なのでこんな難しいこと考えずに普通に見てちょっとなと思ったらそれはそれ で面白いなと思ったらそれはそれで、普段考えないことを考える一つの機会にもなりますし、純粋に面白いと思う、私自身は面白いと思って作ってるので、機会あればご覧いただけますと幸いです。よろしくお願いします。あれですよね、あくまでも映画っていう、ね、はい、手法を取ってる以上、その面白くないものを作ろうとして作ってる人はいないと思うので。そうですよね。だからそれがどう受け入れられるか受け取られるかっていうところは、監督としては非常にやきもきするところだし、それを考えて、直したり いろいろと変えたりとかっていうことも、続けられてきたというお話だったと思うんですけど、はいはい、実際初仕事ということなので、22、3歳ぐらいの若者が主人公だったりとかする部分もあるので、そうですね、若い方に見ていただけますと、はい、同世代ぐらいの方が、それで見ていただいたりとかすると何か感じてもらえるところも出てくるんじゃないかなというふうに思うんですけども。そうですね、はい、若い方なりの響き方があると思いますので、はい、たくさんね、ぜひ、はい、映画館でね見ていただきたいですよね。はい、よろしくお願いします。一つだけ付け加えておくと、本当にこの映画ってその音の使い方っていうのが僕は工夫すごい工夫されてたんじゃないかなと思うので、単調かなと思いきや、その音でいろんなこうなんかその感情を引き出すみたいなところが、風の音とか、滝の音とかいろんなものを使ってやってらっしゃったんじゃないかなってすごく思ったので、割と映画館にいるんですけど自然の音をいろんな形で聞いて、いろんな感情を引き出すみたいなところがあるので、そういうのを楽しみに行かれるのも面白いんじゃないかなと思いますけど、ね、そうですね、オールアフレコですので、ね、セリフ以外もフォーリーって言うんですけど足音ですとか、はい、全部後で録音したものを使う、はい、使わざるを得ない制作体制だったというのもありますけど、それを良い方向に持っていけたらなと思ってやってましたので、はい、その部分も見ていただきますと嬉しいでございます。はい、分かりました。ということで、今日はですね、映画初仕事の、小山俊介監督に、インタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで終わりました。はい、本当にですね、朴訥とした喋り方をされる、監督なんですけども、今34歳かな、確か、はい、だったと思うんですけども、はい、これ撮影当時26歳なんですよね。8年前。8年ですね、はい、で実はこのインタビューの中には入ってないんですけど、打ち合わせでちょっと喋った時には、お聞きしてたのは、実はね、撮影中で一番難しかったのは何かというと、赤ちゃんの撮影が大変だったと。そうですよね、だから生きてる赤ちゃんのシーンも撮ってるんですよ。あ、でその撮影がやっぱりね、子供と動物はなかなか言うこと聞かないっていう、なかなか大変っていうのがあったみたいですね。で、あともう一個あるんです。監督ね、実はね186センチあるんですよ。で主役の山下役をやってる人がそんなに高くない、160センチ台ぐらいの人なんで、身長差がすごくある。だからあんまり身長差を見せつけすぎてしまうと、なんか意味があるように思えてきたりとかするから、2人の身長差がそんなにないように工夫をして撮ったと。はい、だからね、割とね、
テーブルについて2人で向かい合って喋ってるシーンとかがすごくて、立ってる時はこうちょっと頭かがめてみたりとか、あんまりこう身長差が目立たないように、でそれと実は、まあ、これはねもう作品を見てもらうと分かるんですけど、割とねツーショットが少ない、ツーショットとかスリーショットをやるときは座ってたり、歩いてるとかのツーショットスリーショットとかをあんまり使ってないので、身長差が本当に分かりにくい。まあまあ、要はその心情をどう見せるかっていうそういう描写が多くて、セリフより心情描写の方が多いので、どうなってんねやろうって思いながらずっと見てるみたいな、そんな感覚でしたね。はい、はい、まあ初仕事ということで、まあ、皆さん経験あるじゃないですか、初めて、舞台立ったか、ね、カメラの前に立ったかってあると思うんですけど、その時にやっぱ気負いすぎてしまうことってあるじゃないですか。それがその今回の場合、まあ、いわゆるその亡くなったもうご遺体になっている女の子を、写真に残すというお仕事だったっていうことで、まあ、主人公がどういうふうにね、感じてどう、心が動いてお互いに交流しつつ、くっついたり離れたりしてるっていうところが描かれているのかっていうのが、まあ、この、ね、作品の面白い見どころじゃないかなと、はい、そういう作品が大好きな方はぜひですね、見に行っていただきたいなと思います。はい、はいはい、ということで今日はどっちにしましょう。どうぞ。はい、それでは、はい、このプレゼンありかなしか判定。小山監督、丸でしたよ。はい、あのね、だからね、小山監督もすっごい気にしてたのが、すごい難しい感じの話ばっかりしてしまったから、難しい映画だと思われてんじゃないかなって、だからじゃなくてもう気軽に見てほしいと、自分は面白いと思って作ってるから気軽に見てほしいっていうのが、まあ、最後の、ね、最後ね伝わってきたんでそれで丸にしました。はい、まあそうですよ、要は人間同士が出会ってどう心を通じ合わせるのかっていうのが、まあ、ほとんどの映画の内容ですからね。はい、まあ、それが丹念に描かれているというふうに思っていただければいいんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さん、初仕事という映画ですけども、これね出待ち座、あまりね紹介するとき出待ち座出てくることが少なかったりするんですけど、出待ち座で7月22日金曜日から、公開したりとかしてますので、まあ、その他はまたこの辺出てますので、はい、ご覧になっていただければと思います。はい、はい、それでは、このプレゼンありかなしかでした。では続いてあゆみ。はい、幕張のお店の情報です。はい、はい、本日やっております、幕張雑貨店やっております。はい、16、17、18と、はい、あとまだ3日間ございますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。はい、はい、15日から開催しております。はい、はい、そして18日のマテリアル雑貨店15時の、クローズした後、はい、いつも通りチームラッシュございます。走るイベントを行っております。はいはい、走んねや。走ります。はい、はい、もうお店そのままにした状態で、うん、見学もしてもらいながらの準備になると思いますが、はい、ぜひぜひお越しください。はい、お願いいたします。そして22、23はこちら定休日とさせていただいておりまして、はい、24日がチョイスございます。はい、はい、詳しい内容はまたこの後のグッチョイでご紹介させていただきます。はい、はい、そして29日金曜シアターございます。はい、金曜シアターの大体こちらになっております。ほう、ノルカソルカさんのミロクト北進を金曜シアターでピックアップしました。はい、はい、ぜひぜひこちら、すごくね縦とかもねかっこいい、そうですね、縦がすごい、はい、舞台映像となっておりますので、ぜひぜひお越しください。はい、18時オープンの19時スタートになります。はい、料金は1000円プラスワンドリンク以上のオーダー制となっておりますので、ぜひぜひ皆さんこちらも楽しんでください。はい、お願いいたします。はい、はい、30日のチョイスやります。はい、はい、グッチョイやります。はい、グッチョイじゃない、チョイスやります。グッチョイじゃない、チョイスやります。はい、はい、はい、こちらね子供向けの、作品をさせていただきますので、はいはい、ぜひぜひ
ご覧くだ、あ、お越しください、はいはい、これは内容言っておきましょうか。グッチョイはどうしよう。いや、またそのまま、また、はい、いいんじゃないですか。はいはいはい、はい、ということです。以上となっております。はい、はい、ありがとうございました。さあ、それじゃあいきますよ。今日のグッチョイ、はい、はい、24日のチョイスから、はい、24日はファーストチョイスがプーと大人になった僕、お、プーさん、はい、プーさんの話ですね、はいはい、でサードが、はい、あ、セカンドか、セカンドがこんな夜更けにバナナかよですね、はい、はい、サードチョイスが、スノーホワイト、はい、こちら3本を楽しみたいと思います。はい、はい、プーと大人になった僕、はい、でプーさんの、横に男の子、うん、はいですね、ロビン、クリストファー・ロビンですね、はい、クリストファー・ロビンが大人になったっていうお話で、話が進んでいきます、うん、はいはい、まあ、ディズニーのね、はい、プーさんで、そうですね、はい、すごく可愛いんですが、はい、あのチラッと見たんですよ、はい、そしたらもうプーさんの声がめちゃめちゃ可愛くて、うん、あ、なんか蜂蜜がねみたいなめっちゃ可愛くて、そうか、日本語、私日本語でチラッと見ちゃったんですよ。なるほど、はいはい、吹き替えで、吹き替えの字幕か、字幕はね、どんなものになっているか、はい、はい、ね、っていうお話ですね、はい、2018年の作品となっておりまして、ね、まあ、1時間44分ですね、はい、はい、っていう作品、これ結構見に行った人多かったんですね、ですよね、はい、めっちゃ気になっていますよね、でもこれね、はい、はい、はい、作品です、はい、こんな夜更けにバラナかよ、はい、ですね、これは実はものですね、実はものですね、はい、はい、大泉洋さんが主演でね、はい、そして三浦春馬さんと、はい、高畑充希さんがね、はい、ですね、出てました、はい、これは2019年の作品です、はいはい、話題になりましたね、これ ね、はい、ですよね、本当に介護問題がね、はいはい、がっつりと、あの首の下がね、全く動かないっていう、あの主人公の役を難病に、そうですね、あの大泉洋さんがされてて、はい、でその人がね、結構ね、あの、なんていうんですかね、あの、あれやれこれやれって、そのね、介護してくれはる人たちにものすごい傍若無人な、あの、はい、そのお願いをするわけですよ。お願いというか指示みたいな、なんだよお前、こんなことも言えないのかよみたいな感じでものすごい言ったりとかするんだけど、実はそれは彼なりの考えがあったっていうところが描かれているお話なんですね。ですね、はい、だから夜更けに本当にあったらしいですね。お、夜中にバナナが食いて、バナナ買ってこいみたいな。バガママ、そうそうそう、バガママばっかり言ったみたいな感じですかね。でも実はそこには彼の思いが、うん、はい、ね、はい、というものと、はい、次がサードがスノーホワイト、はい、はい、こちらです、はい、はい、これ白雪姫のおとぎ話の中の、はい、悪者、白雪姫の悪者、はい、魔女じゃないわ、ま、うん、あの、なんだ、ママ母、ママ母ですね、のお話、ドクリンゴ、ドクリンゴの、はい、お話で、めちゃめちゃ綺麗です、お映画、はいはいはい、映像がすごかったんで、はいはいはい、で、ね、なんだ、これは何年だったっけな、はい、まあこれも、はい、まあまあ最近といえば最近ですね、そうですね、最近ですね、はい、はい、これを楽しみたいと思います、はい、はい、はい、3本を、はい、24日、24日、はい、はい、楽しむということですので、はい、ぜひ、はい、お越しいただきたいと思います。ということで今日のグッチョイスでした、はい、ということで、このままエンディングに入っていきたいと思うんですけども、はい、来週また映画監督の取材行ってきております。でもね、また次もあの割と大物の監督の取材が入ってたりとかするので、来週は違うんですけどね、来週はまた若者なんですが、はい、若者を楽しみにしててください、はい、はい、もう異次元です、異次元、異次元の若者です、もう見てもらったら分かるんですけども、はい、ぜひ皆さんこの異次元の若者を、超イケメンなんですけど、あの楽しみにしててください。はい、はい、ということで、今週はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。しょ、はい、さよなら。